どうもありがとうございます。こんにちは。今大館小坂鉄道レールバイク、それをですね遊ばせてもらったところなんですが、もう本日これから帰りますけれど、最後に大館市といえば秋田犬。私も以前秋田犬保存会でお世話になりまして、今回もねツイッターで連絡もいただいてましたが、その秋田犬と、まあ、保存会で今日は行かないですが、土曜日はですね秋田犬保存会に行っても、そんなに犬と戯れることはできないんですけど、犬と戯れることのできる、温泉宿古沢温泉と、それから、大館駅前に新しくグランドオープンした秋田犬の里、これを去る前にご紹介して終わりにしたいと思います。お楽しみください。なんか表情がいいですね。いきなり回し始めちゃってますけど、こんにちは、よろしくお願いします。スーツさんです。はい、はい、よろしくお願いします。ああ、こう来てくれる。スーツが汚れちゃうかもしれない。大丈夫ですか？いや、全然いいんですよ。こんな元から汚いですから。むしろ汚いものを舐めさせたりとかしたら申し訳ないけど。で、親子の春花です。おこっちが親ですかね。どっちが親か。シンですね。人間に人間に言葉のことを、はい、信じるの下の名前があるのかと思ったら大塚さんの名前ですね。おお、人懐っこく来てくれる。こんなカメラなんかどっか投げ捨ててすぐ普通に犬と遊びたいぐらいなんですけど、やっぱ仕事なんでちょっと、あでも物分かりがいいね。そっちがお母さんの春ですね。こっちが娘の花です。親子揃ってよく似てますと言いたいところです。私がちょっと見分けがちょっとつけづらいだけなのかもしれないですね。この首の模様が左右均等なのが、あー、なるほど。片っぽ寄ってるのが花です。あ、この模様でわかるんですね。毎度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 お世話になっております。大人気 YouTuber、はい、スーツさんでございます。まあ、そんなに人気じゃない方じゃないですか。あ、知ってる。私よりも息子で10代以下の方。はい、いきなりですけどインタビューしてもよろしいですか？やっぱ私ですよ。はい、はい、あのあれですよね、楽天トラベルかなんか出てますよね、普通にここ。はい、旅館のですね、ですよね、はい、はい、お部屋を。はい、僕前にっていうか大館で取材を始めさせていただくときに、最初に来るとき撮る日の前に泊まったんですよ。で、はい、どこに泊まろうかなって普通に調べてたら、秋田犬に会える温泉宿って書いてあって、あ、ここいいなと思ったんですけど、はい、ただ着くのが23時17分の温泉だと思うんですが、ちょっとっ、ね、そう、これはダメだなと思って、なんかいる時といない時があるそうですね。そうです、朝早い時間と、はい、夜は自宅に帰るのでおりません。はい、まず大体は、お客様チェックアウトの時間7時とか7時半くらいから、はい、夕方の6時半くらいまでは、はい、確実にここにおります。 あとは病院とか、はい、今日お休みさせてドッグランに走らせますっていう時なんかは、はい、どっちか一頭がいないということはありますけども、まあ、大体の場合はその日中の時間であれば会えるわけですね。はい、そうです。あ結構こうハンナの顔が多分犬によっても性格があるんじゃないのかと思うんですけど、はい、人懐っこい方ですよね。違いますか？そうですね、どちらかというと、皆さんの前でこう見てもらいながら育ったのがこの小さい方の花、うん、小さい方って大きい方なんですね。はい、大きいんですけど、はい、子犬なんですけど、うん、子供の方は生まれた時からもうお客様の前で育ってきてるので、はい、人が好きなワンちゃんだと思います。なるほど、はい、よく慣れてますもんね。慣れてますね。こんな風に一生懸命自分から近づいていって、はい、飛び跳ねてこう、ね、肩に手を上げるくらい立ち上がったりする。あ、そうですか。はい、はなちゃんよかったなこれね、今シュッと行きましたでしょ。はい、秋田犬ね、どちらかというとこうツンデレのところがございまして。あ、そうですか。はい、可愛がってほしいは自分で寄ってくるんですけど、はい、今触ってほしくないって言うと、飼い主が触っててもシュッと抜けていきます。あ、そうですか。じゃあちょっとままし、しばらく放置してくださって相手してほしくなってね。そうです、寄ってきます。ほら、相手もしてほしいんじゃない、実はね。あら、あら、ふんがんしなくてもいいんだよ。これ ね、声を聞いたり匂いを嗅いで落ち着いてないとこういう格好しません。はい、もうスーツさんのことを、はい、大丈夫な時でないとこういう風になりませんので。じゃあ僕はつまり大丈夫な人間と認めてもらえて、リラックスしてくれてですね。ありがとうございます。クリアいたしました。あ、よかったよかった。これやっぱりじゃあお客さんによってもあれなんですね。こう場合によってはでも吠えたりとかしなさそうですね、見ていると。いや、吠えちゃったりするんです。 あとあるんですか？自転車とか車輪が動くものを、はい、四つ車を押してくるご老人の方とか、はい、そういう方にもね、はい、タイヤが動いてる間は吠え続けます。ああ、そうなんですか。止まって降りると吠えるの、はい、まずやめたりするんですけど、うん、まあ
大体はそういう方、あとマスクと帽子とサングラスとか、はい、そこ3点盛りで顔が隠れてる方にもすごい吠えちゃいます。あ、じゃあなるほど、逆にいつも吠えるという情報を聞くとして、僕としてはあの全く吠えられてないもんですからあの、まあ、余計気分が良くなってきますねありがとうございます、よかった ね、 ね、いやね、どうもありがとうございますちょっとなんかこう微妙なあの面持ちになっちゃいます。でもこれ別に嫌がってはいないですね、これね。そうです、今ね、うん、今次のお客様を確認しているところだと思いますね、はい、なるほど、あのこの人だけ相手にしてて大丈夫かなみたいな、あ、なんかこう返事をした、なるほど、ご挨拶、誰でもご挨拶、いらっしゃい、あ、いらっしゃい、声が大きいですけど、はい、これ普通の声だあ、もう次のいつも来てくれる方です、あ、尻尾振ってますでしょ。あ、本当だ。あ、これぶち切れてるのかと思ったら機嫌がいいんですね、これね。そうそう。ありがとうね。ああ、機嫌が良さそうだ。びっくりしてる。はい。カラスが電車がいるから。あ、カラス。そうそうそう、あ、ね、パッと思い立って裏返しになったの。そうなんです。あのですね、あの今ちょっと僕のミスで、あ取れてないですね。取れてなかったみたいなんですよ。はい、あのですね、あの大変申し訳ない。あのちょっと今から説明しますけどね、はい、あの今教えていただいたんですが、はい、あのこのあの秋田犬君はですね、あの刀剣としての性質があのまだ残っているかわからないんですが、前足を触られることは極端に嫌いらしい。で今ね、涙を飲んで我慢していただいたところだったんですけど、あの僕のミスで動画取れてなかったんですね。大変申し訳ないんですけど、ちょっともう一度ご協力願いますでしょうか。申し訳ございません。見てる。おお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 お。ごめんね、もう申しません。これがね、嫌がるんですね。もう大丈夫。もうしません。さっきやって言ったのに。またやってるから。またやったっていう。ちょっと機嫌が悪くなってしまったかもしれない。せっかく気に入られていたのに。大丈夫だよ。大丈夫、ね、もう大丈夫。あ、もうリラックスしてきた。あ、よかったよかったよかった。あの秋田犬っていうのは、はい、秋田県の全域にいるわけではなくて、県北の特に大館とかこの辺ぐらいですか、秋田犬というのは。発祥はね、はい、今は買う人は、ね、結構いるけど、全国にいます、はいはい、ただあの、うん、暑いので毛が、はい、あ、やっぱりその寒冷地の方が得意なわけですね。発祥はね、大館ですね。ね、あの秋田犬は前は大館犬って言ったくらいなんで。あ、そうなんですか。昭和6年に天然記念物になる時に秋田犬にしたんで、はい、それまで大館犬。おお。あの実際街中を歩いていても、あの今回の取材中もね、秋田犬を見かけることが本当に多かったんですけれど、秋田犬以外の犬ってあんま見ませんでしたね、逆に。そうですね、いるけど、ね、まあ、最近特に秋田犬飼う人も増えてるんで、なんか最近ちょっと流行してるのかなっていう気がします。人気になってきて、やっぱり知名度が上がってきたんで、地元でも飼う人増えてますよね、うんうん、ちょっとこう通常の柴犬よりも大きいような気がしますね。そうですね、全然大きいですね、うんうん、大型がまたぬいぐるみみたいな可愛さがあるのかな。今夏毛なんで足が細くて、はい、冬毛の時は本当にライオンさんみたいな、こんもりしてますね。何言ったの、軽トラックか。あ、軽トラックにも吠えます。あ、そうですか。忙しいんです。だからあ、そうですね。カラス、自転車、軽トラック、車椅子はどうですか。車椅子も吠えてます。車椅子も吠える、はい、あ、忙しいね。お母さんが老人ホームなんですけど、はい、おじいちゃんおばあちゃんたちが時々会いに来るんですね、はい、動いて押されてる間はもう吠えて吠えて、で止まって触ってる間は尻尾振って、あ、また帰れる時に吠えます。面白いですよね。なんかすごい眠いですか。寝てるのかな。何かを感じた。寝てるところ無理やり竹竹を起こすの悪いですからね。もう寝てる。はい、もう可愛いからこう撫でるぐらいのあれにとどめとくかな。撫でられるのはそんなに嫌がらないんですか。嫌がらないですね。ああ、それは良かった。誰か来た？お客さん来たか？お客さん来た？本当に触ってほしくないときは自分でシュッといなくなりますので、ああ、もう明らかに追っかけない方が、はい、そっとしておいてほしいっていうときなので。6時半にして嫌なことはもう露骨に嫌な顔をするんですね、ちゃんと。してね、ドゥ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 って言ってきた。じゃあ行きましたね、さっき。こういう風にして生まれたんですね。そうなんです、ちょっとね。で、あのちっちゃいっていうか、あの、そうです、女の子の方の、兄弟が今大館駅の前の、にもいます。今日は、はい、ってことですね、
あとそうだ、ここは日帰り入浴もやってるんですか。はい、そうです。あ、そうですか。じゃあ、はい、犬と触れ合いたかったら泊まるか、もしくは日中の時間に日帰りで来ると。はい、はい、じゃあサインもさせていただきます。秋田犬ツーリズムの方によると、この古沢温泉が結構大館駅でしっかりと本格的な秋田犬と、フラットに触れ合えるような、数少ない施設なんだそうです。意外と直接的な触れ合いってね、単発的にできるところが、条件によってみたいなのがあるんですけれど、ここに来るのが一番確実みたい。駅から歩いてもそんなにかかりません。大館駅に来た時に街中で宿を取るのに山田旅館もご紹介しましたけど、犬ならここかなという感じかもしれません。ごめんなさい、ちょっと勘違いしてたんですけど、私大館駅のすぐ近くのところにあるんだと思ったんですが、ものすごく近いというわけではないようです。歩いたら30分ぐらいかかるのではないかということでした。ただ歩くと30分ということですが、大館駅では観光案内所で無料の自転車を貸し出してますんでね、それに乗ってくれば別に遠いってことはないと思いますよ。あれ、結構大館の市内観光には重宝します。ちなみに古沢温泉へのアクセスには廃線になった小坂鉄道のその跡をずっと辿ってくれば、かなり簡単に来ることができますんでね、結構サイクリングロードとしてもいいんじゃないかと思います。道は狭いですから気をつけるべきでしょうけど。で、いよいよ今回いろいろご紹介 してきましたが、これが最後になります。後ろに JR 東日本大館駅、これ町の中心部ですけれど、さっき聞いたら大館駅今度建て替えするんですね。ちょっとショックなんですけど、その代わりこのもうちょっとね、こっちの方に大館駅が移ってきまして、アクセスも便利になります。今度は新しく、できました。これが秋田犬の里です。前にあそこのバスの乗り場の脇のところにですね、秋田犬と触れ合える場所がありますよみたいな紹介した記憶あるんですけど、ここにあるこれですね、前はね大館駅 の真正面のところにあったんですが、像がなくなってどこ行ったのかなと思ってこっちに、ね、移動してました。これ忠犬ハチ公の像です。見ると耳がですね、ハチ公は渋谷の像の待ち合わせスポットが有名なわけですけど、こっちだったかな、なんかこういう風になってるんですが、ハチ公くんは大館駅から荷物列車に積み込まれて、東京まで出荷されたわけですけど、でね、帝大 の上野先生のところへこう行ったんですが、その時に最初の、これ初期状態なんで、これはまだ耳が特に垂れるとかそういうことはしてない、そういうわけなんですね。ここにこう忠犬ハチ公と書いてあります。これってあれでしたっけ、渋谷と同じ型で作ったんでしたっけ。ちょっと僕ら詳しくないです。あ、そうですか。違ったと思います。あ、そうですか。で、このハチ公の像はこっちで映したわけですけど、もう後ろにあるこれはですね、将来 JR っていうか、将来の渋谷駅の駅舎の形を模してんだそうですね。昔の渋谷駅ってこんな感じだったんですね。それはついつい鉄道の話になっちゃうんですが、中に犬が飼われておりますんで、それを眺めることができるようになっております。大館名物の秋田犬を最も身近に感じることができる場所がここです。中はこんな感じ、結構新しいというか、それは最近建てられたんだから当たり前ですが、ハチ公に関する歴史の展示などもあります。これ戦前の話ですけどね、まだハチ公が生きている時に渋谷に銅像が建てられる、これは戦争の時に一回供出されたんで今あるものとは違いますが、本人というか、その犬の目の前で展示の、幕なんていうの、テープカットみたいなのも行われたそうです。上野国立科学博物館の地下にハチ公の剥製がありますけれど、それが何日か前まではここに展示されていたそうですね。95年後の里帰りと書いてあります。もともとね、いろんな人に焼き鳥とかそういうのを食べさせられて、なんかお腹の中には最後解剖してみたら焼き鳥の串がたくさん入ってるとか、なんかそんな話を聞いたことがありますけど、これこう待ってたんですね。なるほど、確かによく似てます。中はこんな広い空間なんですけれど、階段で上まで上がるとちょっとした展望台があります。大館の駅前で無難に観光するならとりあえずまずはここに来ればいいかな。お、結構広いですね。今回の動画でも皆さんにいろいろ見ていただきましたが、最後に大館の市街地をこう一望して終わるなんてのもいいかもしれません。大文字焼きはあれか、京都五山の送り火よりもこっちの方が横幅がね 1. 何倍とか、それぐらいの大きさがあるそうですよ。小坂鉄道の廃線の後もこのように秋田犬の里のすぐ目の前を通っています。今日もあそこで工事をしています。その裏側ではこれ分かりますかね、分岐をしているところですが、かつての小坂鉄道時代の大館駅と JR 貨物の大館駅、奥には JR 東日本の大館駅、鉄道施設も一望できます。市内展示室、犬についてもいろいろと書いてあります。お手なんてしないんですよ。そうなの、本当にそうなの、そうなんですか。
昔は狩りについていって熊を追いかける仕事をしていました。この間マタギの里でも教えていただきましたが、結構ね、あの中堅の性格っていうのはこの秋田犬全般的に共通しているそうで、狩りでも活躍をしたという話をいろいろ聞いています。秋田犬は私は中型犬だと思ってたんですが、勘違いですね、大型犬でした。あの6種類の天然記念物の中で唯一秋田犬大型犬として登録されているそうです。あの土佐犬とかそういうのとで、ね、いろいろと一時期あのこう改造といいますか品種改良で血を混ぜ合わせまくって、その結果あのちょっと雑種が増えてきたという時があったらしいんですが、今ではちゃんと実直に、秋田犬のあのなんていうのかな、その血筋を守ろうという活動がなされているようです。おこれ懐かしいな、あのなんだ、八甲物語って曲だったと思いますけど、あの大本線の上り一番線の出発の発車メロディーで使っ てね、よくあのあけぼのとかで出るときに駅のホームで流れてました。今でもこの曲はあの大館駅の JR のホームで聴くことができます。ああこれが秋田犬の定義みたいな感じかな、まあ、これがこういうものですよと。表情がまたいいですねこれね。いや前からなんか風を受けてる感じがします。大きな頭に広い額、三角形でピンと立った耳、確かにそうですね。まっすぐな背と強い腰、確かにいつも見ていても秋田犬っていうのはちゃんと立ちますとかなり強そうに見えます。いやポケモンみたいですね。で今ちょうどですね時間再開になったのかな。さっき旅館で拝見しましたけれど、あそこの娘の犬の方ですね、兄弟だそうです、嵐くん。あの結構秋田犬っていうのは今数は増えてきてるんですか。そうですね、だんだん国内の犬もですね一時期すごい減ったんですけども、はい、徐々に回復傾向にありますね。うん、はい、海外の方が実は伸びが多いんですけども。あ海外で増えてるんですか。海外の方が倍ぐらい、ね、実は頭数が多いんですね、登録されてる数は。人気があるってことですね、ですね外国でも、はい、確かに海外の犬っていうと大型犬が人気があるイメージですけど、日本っぽい大型犬って言えばこれですもんね。そうですね、やっぱり耳が立ってて背筋がピンとしてて凛としてるの、うん、リリシー強そうな感じですね。ストイックに見えるってことで、はい、外国の文化にもなんか合いそう。そうです、そうです。じゃあですね、あの皆さんもいろいろとご紹介しましたけれど、これで一応、まあ、最後に大館能代空港から帰る時の映像もありますが、皆さんにご覧に入れるのはここまで。